ブータン戦争は1864年から1865年にかけてイギリス領インド帝国とブータンの間で行われた戦闘である。この5ヶ月間の戦闘の結果、シンチュラ条約によりブータンはアッサム、ベンガル、ドゥアールに領していた7122平方キロメートルの領土とアンバリファラ型、テスタ川西岸地域を創出した。地形図ブータンの南には肥沃な平原地帯のコチビハールが広がっており、両者の間にはヒンディー語で門を意味するドゥアール地方がアッサムとベンガルにまたがって存在していた。そのためブータンのペンロップたちはしばしばドゥアールを通過して南方へと侵入し、コチビハールを緩やかな勢力圏に加えて穀物や織物などの交易圏を獲得した。またコチビハールは少量種たちが乱立する一帯でもあり、ブータンの保護を必要としていた。1730年にはムガル帝国が軍事的にコチビハールを影響下に収めようとするが、ブータンのトンサ・ペンロップはブータンの地方行政長官。名目上の全土の統治者弟子には実権が乏しく、ブータンは3人のペンロップが3分割して統治していた。中でも中央部の最重要拠点トンサから東と東南を支配するトンサ・ペンロップは最有力者は軍を派遣してこれを退けて干渉を強め、コチビハールの統治者の任命権を獲得した。だがトンサ・ペンロップの任命したコチビハールの領主は相次いで暗殺された。1772年には任命したコチビハール領主が反旗を翻してイギリス東インド会社に接近すると歳入の半分にあたる額の支払いと東インド会社の軍事費を負担することを条件にその保護下に入る。そのためコチビハールをめぐって東インド会社のインド兵とトンサ・ペンロップ軍が衝突したが、ペンロップが敗れ、山岳地帯の領内に引き上げた。しかし当時のイギリス植民地行政官、ウォレス・ヘイスティングズには、紛争を長期化する意図はなく、チベットの仲介もあって1774年に国境線を紛争以前に戻すアングロブータン条約を締結した。この寛大な講和による東インド会社の目的は、チベットへの交易路確立であり、この権益の確立のためにしばしば、ブータンに使節団を派遣し、友好関係を構築した。また1792年には、チベットがネパールの侵攻に対して、清の支援を受けて、これを撃退したが、そのため清の支配権が強まって、諸外国のチベット通商は厳しく制限される事態になった。この事件は交易路を失ったイギリスとネパールとの関係悪化を招き、ブータンの交易路としての重要性は逆に高まっていった。1907年のブータン王国記の地図1828年、イギリスとミャンマーの間で戦争があり、イギリスは勝利してアッサム・ドゥアール地方の交易権を獲得した。この肥沃な地域は紅茶などのプランテーションを通じて、イギリスの重要な換金作物の生産地となっていくが、歴史的にこの一帯は、ブータンの穀物、交易品の重要な供給源であり、ブータンはこの生命線を手放すことはできなかった。ブータンのトンサ・ペンロップはイギリスに対して保証費を支払うことでの交易の維持を求めたが、イギリスは交易品の水準や交換レートを引き下げ、受け取った保証費をインド会社の職員が横領したことから、両国ともに債務不履行を理由に不信感を募らせていった。トンサ・ペンロップの干渉は、アッサム地方に暴動を招いて、同地域から人口を流出させ、反対にイギリスは労働力を補うための住民移住を各地で強行した。1848年、両国の問題を解決するためイギリスは、ペンバートン使節団を派遣するが、ペンバートンが交渉相手に選んだのは、トンサ・ペンロップではなく、すでに名目上の行政再行為でしかなくなっていた弟子であった。当時、トンサ・ペンロップは完全に弟子の制御を離れ、他のペンロップたちへの武力闘争を続けていた。そのためペンバートンの要求に対し、弟子には実行できる手段がなく、両者の協議は物別れに終わる。この交渉はイギリスに、弟弟子を通じたブータン干渉が実行を伴わないことを確認させた。1851年、イギリスはアッサム地方の完全な領有と、そのためにブータンへの年間1万ルピーの保証費を支払うことを一方的に宣言する。これにより、両国の関係は悪化の一途をたどった。1853年、トンサペンロップを補佐するトンサズインペンの地位にあったジグミ・ナムゲルが前任者の指名によりペンロップの地位を継承する。ジグミ・ナムゲルは内乱を勝利して東ブータン全域の支配者となり、また弟子の後継者争いに介入して自らの影響下にある馬、出羽を弟子の地位につけた。この馬出羽は就任後すぐに対抗馬の軍ガペルデンに暗殺されるが、ジグミ・ナムゲルはあえてこの軍ガペルデンを承認して、代わりに自領での完全な徴税権を獲得した。周辺地域の長官の任命権も弟子からトンサペンロップに移り、名実ともにジグミ・ナムゲルはブータンの最高実力者に上り詰め、またジグミ・ナムゲルは中央集権的国家建設の志向を明確にした。ジグミ・ナムゲルは、旧来の通り、ドゥアール地方の領有権をイギリスに求めたが、イギリス政府は、同地域でのプランテーション建設を決定しており、たびたび両者の間で小競り合いが発生した。イギリスは交渉あるいは圧力でこれを解決することを願ったが、イギリスには、ブータン国内の情報が不足しており、その権力構造や、協調関係を読み解くことができなかった。また、イギリスの対ブータンを受け持つジェンキンス大佐が強圧的な外交姿勢に転じており、両国の暫定国境では明らかにブータン側にあったアンバリファラカタを1860年に強引に併合し、ブータン側の姿勢は極度に硬化していた。交渉の様子イギリスは友好関係構築のためにたびたび使節団の派遣を申し入れたが、国内の平定を急ぐジグミ・ナムゲルの密かな手回しにより入国を拒否されていた。しかし1863年、ブータンの拒否にもかかわらず、イギリスはブータンへのアンバリファラカタの返還、犯罪者の相互引き渡し、シッキム及びコチビハールのイギリス保護国の確認と紛争の停止、ブータン国内へのイギリス代理人常駐、自由貿易協定の条約締結を目的とするアッシュリー遺伝使節団を派遣した。アシュリー遺伝使節団は度重なるブータンの帰還要求を受けたがこれを無視し、協力者もいない中で冬季の山岳地帯を越えて、ブータンの首都、プナカに到着する。このため、ジグミ・ナムゲルは代表として彼らに応対したが、ジグミ・ナムゲルは条約の中にドゥアール地方の返還を盛り込むことを要求し、アシュリー遺伝は自らに決定の権限がないことを理由に協議を拒否した。これはイギリスにドゥアール地方に関して交渉の余地がないことを示すものであり、ジグミ・ナムゲルを激怒させた。1864年3月、2度目の交渉が行われ、ジグミ・ナムゲルは改めて自由貿易協定、イギリス代理人の常駐の削除とドゥアール地方の返還を要求した。この会談は始まりから険悪な空気に包まれ、双方ともに尊大さと侮蔑をあらわにした。またアシュリー遺伝は突然要求に同意して条約に調印したが、それはイギリス領インドに早期に帰還するための判断であり、帰還後にはブータン側の脅迫により調印を強制されたものとして条約の無効を宣言した。また、インド総督はアシュリー遺伝との条約を盾に再交渉を拒絶するジグミ・ナムゲルを屈服させるため、軍事力の行使を決定する。イギリスは1864年11月にアッサム・ドゥアールとアンバリ・ファラカタの完全併合を宣言し、両地方におけるブータンへの保証金支払いを停止すると、ベンガル、コチビハール、アッサム方面に軍を派遣した。1864年11月12日、イギリスのインド総督はブータンに宣戦布告する。イギリスはシッキム、コチビハールの騒乱の元凶、友好的な使節団に対する非礼、使節団への侮蔑的な言動、使節団への脅迫による無効な条約の締結とブータンの非を提示し、代償として保証金支払いの永続的停止、ベンガルドゥアールの支配権を請求した。ブータンは対外的には弟子がイギリスの不当な侵攻を非難する声明を発表し、国内ではジグミ・ナムゲルが紛争状態だった他のペンロップや有力者に共闘を呼びかけた。デワンギリ要塞都市の位置関係イギリス軍はマルキャスター准将、ダンスフォード准将の2名の将校を派遣し、それぞれ東西に分かれて軍を指揮した。また強愛な山地を攻めることから、それぞれの軍をさらに分割し、合計4つの部隊に分かれた。4つの部隊はそれぞれ別の経路から侵入を試みた。中でも最も西の部隊が主戦力とされ、多くの高級士官とインド兵、旧砲、輸送用の象600頭が配備されていた。開戦以来、ブータンがアッサム・デュアール地方にわずかな兵しか配置しなかったために、イギリスが常に勝利し、12月中にドゥアール、ダージリンの丘陵地帯からブータン兵が追い払われ、係争の地域一帯はイギリスの実効支配地となった。また、東部の部隊はブータン本国にも攻め入り、最も東部を受け持った部隊は重要拠点でワンギリを占領した。さらに残りの部隊もブクサ、バラ、ビシェンシンといった要塞を相次いで占領する。しかし、冬季の山岳地帯への侵攻は地形上の制約が多く、補給の困難さからそれ以上の進軍は停滞した。さらにいくつかの勝利と抵抗の脆弱さによって、相手の戦意を見誤り、国内を一時停戦でまとめたジグミ・ナムゲルの動きに注意を払うことができなかった。1865年1月25日にビシェンシン、26日にブクサ、27日はバラ、そして29日には、デワンギリにおいて、トンサ・ペンロック自らが率いる奇襲が試みられた。攻勢は、部隊と同時に補給線そのものにも行われ、特に自国では、水の補給が困難であることを知っていたブータン軍は、水源への道を完全に遮断した。イギリス兵は、負傷兵や積み荷を残して、前線において撤退し、ブータンはいくらかの捕虜と火器を入手した。1865年3月、イギリスは体制の立て直しを図って指揮官を更迭し、トンプス准将、フレーザー・タイトラー准将を派遣する。両者は入念に補給線を確保しつつ、ブータンに再侵入すると相互に協調しながら、ブータン軍を領内に追い立てた。またジグミ・ナムゲルが小規模な戦闘で何度か敗北すると、次第に反ジグミ・ナムゲル勢力が活動を再開し、旧来の同盟者、ワンディポ・ダンゾンペンもそれに同調を始めたために窮地に陥った。その情勢の中で、イギリス軍がデワンギリの要塞を再度占拠すると、もはや、ブータン国内に、その侵攻を押しとどめられる勢力は存在せず、ブータンはイギリスに降伏する。1865年11月11日に、イギリスとブータンは、シンチュラ条約に調印する。ブータンはこれにより、アッサム、ベンガルにまたがるドゥアール地方を完全に喪失し、7122平方キロメートルの領土を失った。先に併合されたアンバリファラ型もイギリスのものとなった。またイギリス、コチビハール、シッキムはブータンに治外法権を有するようになり、犯罪者はそれぞれの国の法律で裁かれた。そして当初の要求通り自由貿易協定が締結され、ブータンはチベットへの交易路としての役割を求められた。一方、失った領土の保証として、ブータンにはイギリスから毎年5万ルピーの保証費が支払われることになった。ブータンの喪失した領土は、主にトンサ・ペンロップの治める地域であり、またドゥアールの喪失はその富の喪失に直結した。そのため、中央集権国家を目指したジグミ・ナムゲルの構想は破綻する。ジグミ・ナムゲルはこれまでの方針を改め、1870年にトンサ・ペンロップの位を兄に譲り、自らは形骸化した弟子に就任した。ジグミ・ナムゲルは相次ぐ裏切りや放棄を鎮め、弟子を退いた後も晩年の1879年まで国家の舵を取り続けた。その没後も内乱は継続したが、1885年にウゲン・ワンチュクがチャンディミカンの戦いで勝利して、ブータンの内乱が終結する。戦後、イギリスがブータンに求めた役割は、チベット周辺との交易路であり、周辺国との緩衝地帯だった。そのためブータンの国内事情には終始無関心であり、内乱にも干渉せず結果として、ブータンの統一が達成された。新たなブータンの指導者ウゲン・ワンチュクは、イギリスの支援の重要性を認識し、積極的に使節団を派遣した。また、チベットとの交渉では、仲介役を受け持つなどイギリスに好印象を与え、1905年にはイギリスチベット条約への功績が称えられて、トークン爵士が授与された。1907年には弟子が廃止されて、ブータン王国が成立すると、1910年にはプナカ条約を締結して、イギリスの保護下に入る。これにより、外交を委ねる代わりに、内政不干渉と保証金倍増を獲得し、以降、ブータンの国内情勢は安定した。ありがとうございます。